ヨーロッパホラーなライオンは、食肉目猫か、標族に分類される、すでに絶滅した大型肉食性哺乳類。通常、ライオンの初期の一足と考えられている。約70万年前のヨーロッパに出現し、少なくとも約55万年前よりの地も生息していたと見られる。学名は、化石種のライオンの胃。日本語でもそのまま、パンテーラレオホッシリスなどと呼ぶ場合もある。 英語では、ヨーロッピアンケーブライオン、ヨーロッパ洞窟ライオンと呼ぶのが一般的である。中国語名は、原始史。化石は、ドイツの小村、モースバフ派から、数多くの骨片としてもたらされた。それらは今日、ビースバーデンで見ることができる。追って、ハイデルベルク近郊のマウアーからは、頭蓋骨化石がほぼ完全な形で発見されている。 ヨーロッパにおけるヨーロッパホラーナライオンの最も古い化石はイタリアはモゼール州のイゼルニアにて発見された約70万年前のものである。ケニアのオルドバイから発見された約175万年前のライオンの学骨化石はヨーロッパホラーナライオンとの間に著しい類似性を示している。体長は平均値で約2.240メートルと 原生ライオンに比して0.5メートル程度上回る。また、本種の最大個体の体長は、史上最大の猫科動物とされるアメリカライオンに匹敵している。分類上の位置づけ、ヨーロッパホラーナライオンからは、約30万年前のヨーロッパにおいて、ユーラシアホラーナライオンが分化している。禁煙種基本的表記は、左から順に、学名、和名及び和訳名、英語名を示す。 は、絶滅の意。ありがとうございます。